う一度立て直します。かわいい、自分で行った、決めてきます。かわいない。今日はトヨタ自動車を追う展開になりました三菱電機コアラーズ。当てていきました。うまいですね。自ら来ました。かわいい。前時間がないのをよく利用しましたよね。そうですね、そうですね、さっきのドライブからの根本選手からのスリーポイント、渡辺選手のスリーポイントもいいですし、今のドライブもありますので、そういう意味では悪くないと思いますね。どう攻めていくか。ここはターンオーバー、スティールよく取った。かわいい、走ります。ディフェンスからのブレイク、決めてきました。カウントですね、バスケットカウント。今の三菱電機ですね、ディフェンスをちょっと変化しましたね。その中でこうトヨタ自動車の方はちょっとオフェンスのところで迷いが出たような印象がありました。その後のディフェンスですね、もう少しファールが混んでますので、そこは注意したいです。決めてきました。かわいい、ガッツポーズが出ました。スリーポイントシュートを決めて、これで42点目です。これでしたけどですね、対するトヨタ自動車、第3クォーター残り1分30秒。ここはミスになりました。波に乗れるか三菱電機。かわいい、自分で行った。ファールをもらいます。笑顔が出ました。リングに向かっていきます。かわいい。マイ多いように見えますけどね。外で回していきます。スティール、三菱電機ボールを奪いました。残り1分30秒。走っていました。かわいい、いいプレー、決めます。かわいい前が決めて、再び6点差。バスケットライブ